ただいまより、立教大学ジェンダーフォーラム主催、認定 NPO 法人ウィーメンズアクションネットワーク共催による、公開講演会、フェミニズムが変えたこと、変えられなかったこと、そしてこれから変えることを開催いたします。本日、司会を務めさせていただきます。認定 NPO 法人ウィーメンズアクションネットワークの坂井磯野と申します。 どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、本日の様子は、後日ウィメンズアクションネットワークのサイト上において公開を予定しております。個人でのプログラムの録音、録画、撮影はご遠慮をいただきますようお願いいたします。それでは、開会の挨拶に移ります。この企画の実行委員長であり、 立教大学社会学部教授である萩原夏子先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、というかこんばんは。実行今ご紹介いただきました実行委員長の萩原と申します。立教大学と1の共材のシンポジウムに本当に多くの方にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。 そして貴重な報告とディスカッションをお願いしております登壇者お一人お一人にも熱くお礼申し上げます本来であれば5月に立教大学の,この私の今バーチャル背景ですねタッカーホールで予定をしておりましたけれども新型コロナでや,まなやむなく延期になっておりましたでも本日このようにオンラインではありますけども会社できましたことを大変嬉しく思っていますえタッカーホーホルに いる気分を味わっていただきながらちょっと長時間にはなりますけれども最後までお楽しみいただければと思います皆様方のご協力に心から感謝申し上げまして開会の挨拶に開始させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして主催である 立教大学ジェンダーフォーラム所長片上平次郎先生ご挨拶をお願いいたします。はい。あ、えっ、ー、と映っているかな。えっ、ー、と立教大学のえっと片上と申します。えっ、ー、とよろしくお願いします。えっ、ー、とまあ5月16日にえっ、ー、とあの本当はあのタッカーホールでえっ、ー、とできるはずでしたが、それがまあできなくなってしまったというのがありましたが、ただ結果的にはまあオンラインという形でさらに大きな規模で、しかもなんか多分あの来ることはできなかったっうような場所からえっ、ー、と時間的にもいろんな理由が えと見ることができなかった人が見れるような形でイベントができるということで、まあ、ある程度、逆にとラッキーだったところがあるかもしれないという気分で、えー、とやることを、えー、としていきたいと思います。でまあ、いつか逆に対面でリベンジができる機会を探しながら、また同じようなイベントができ,できればなというふうに思っています。ワワンイ年5月に えと立ち上がり、で立憲ジェンダーフォーラムを、えー、とあの1998年4月に立ち上がったということで、ちょうど10周年、20周年を超えたところで、まあ、こういう形で一緒にイベントができるということはとても嬉しく思っていますし、まあ、ジェンダー問題を考える、フェミニズムを今後どう考えていくかというイベントは、まあ、こういう形でできるというのは、えーと,あのー、とてもあの、えー、ともえっと ちょっと今、音が聞こえないというのが入ってますが、えー、と大丈夫ですかね。えー、ともしかしたら、えー、と聞こえていない人がいるかもしれませんが、えー、とすみません、ちょっとリアルタイムでいろいろ見てしまうと、ああ、違うことがありますが、まあ、ちょっと今回、えーと、そういう形で立教でこういうイベントができるということは、とても誇らしく思っていることです。で同時に、今回、酒井さんと小川さんという2人の方が、えー、と立教大学出身でありますが、まあ、日頃、立教でいろいろ活動していると、えー、とジェンダー問題について、まあ、あんまり あの敏感であるとは感じないようなところがあるような大学でありますが、そういう場所で、まあ、ジェンダーフォーラムという組織が長く続けられていること、および、えー、とその大学を卒業した後にまに、あ、酒井さんや小川さんみたいな人が出ているということは、ある種ちょっと謎なところがありますが、なんかそれはとてもあのら、それもまた誇らしいことだと思っているところがありますし、まあ、そういう形でちょっとそこの、えー、と立教でこういうイベントをやることの意味ということを今後も考えていきたいかなというふうに思っていますそれでは、えー、とよろししくお願い,いたします。 ありがとうございます。これより第1部、基調報告に入ります。基調報告では、30代、50代、70代の3名の方に、それぞれご自身がこれまでに変えてきたことや、変えられなかったことを語っていただきます。なお、登壇者へのご質問については、Q&A 欄にて受け付けております。ご報告中、 随時書き込んでいただけますが、簡潔にご記入くださると助かります。なお、第一部終了と同時に締め切らせていただきますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。では、お一人目、小川玉香さんをご紹介します。小川さんは1980年のお生まれで、立教大学大学院を修了されています。 ライターとして、性暴力被害、痴漢犯罪、年齢差別、ジェン,デーカジェンダー格差、女性別紙 CM、ハッシュタグ MeTo o といったジェンダー問題を取材し、発信し、声を上げておられます。性被害当事者を中心とした、一般社団法人スプリングスタッフ、性暴力と報道対話の会メンバー、性犯罪をなくすための対話、 の主催をされています著書にほとんどないことにされている側から見た社会の話をがあります小川さんよろしくお願いいたしますこんにちは、えー、ライターの小川と申しますよろしくお願いいたしますあ、声聞こえてますかね大丈夫ですかね進めさせていただきます 私が今ご紹介にありましたように30代としての代表というような形で今日はお話をさせていただくことになってるんですが実は1980年の11月生まれで。 あと2か月で40代になってしまうので30代ぎりぎりであの今日参加できてよか,よかったというかあのこれあのもっとずっと延期にならなくてよかったなというふうに思っています。え立教大学には1990年からに入学して2003年まで文学部の日本文学科にいました。 2003年から2006年までは大学院の日本文学研究科で渡辺健治先生のもとで近世文学江戸文学の研究をしていました7年間もう振り返ってみると7年間も立教にいたので長かったなというふうに思ってます全然出来のいい学生ではなかったので今日こんなところにあの出させていただいてあのとても自分でも驚いてますがすごく嬉しく思っています ちょっと立教の思い出として、まあ、ジェンダーに絡む思い出が一つあって1999年の,その入学式の時に、えー、あの立教のあんまりまあ広くはないキャンパスのところで今もあるかもしれないんですけど新入生の勧誘がサークルとか大会への勧誘っていうのがすごくバーッと。 い,みないろんなサークルの一生懸命やってましてでそこでまあ新入生はみんな声をかけられるんですけどそこであ,のあるサッカーサークルから「僕たちのサッカーサークルは男子20人女子マネー20人で活動してます」っていう風に声をかけられてそれを聞いた時に私はすっごくびっくりしてしまってまあ高校とかの時も女子マネージャーっていましたけれどもやっぱまあ 2人とかだだん男子メンバーが30人いたら女子マネ二2人とかそういう感じだったので大学になると女子マネ同じワンオーワンでマネージャーがつくのかっていうなんかそんなすごいところに来てしまった私はみたいな感じがしてとってもびっくりしてでもう一体ど,どうしたらいいんだろうってわけが分からなくなってあの女子だけのサークル女子ラクロスっていうのがあるんですけどそこに。 反動でといいうか入ってしまいましままたそんなにスポーツが得意だったわけじゃないんですけど今立教のラクロスってとっても多分強いと思うんですけども私が入った当時はまだ強くなるなりかけの途中ぐらいでまだ体育会でもなくてサークルだったのでそんなにスポーツが得意ではなかった私でも、まあ、ついていけるぐらいで4年間ずっとラクロスをやってましたそんな思い出があります。今日あの見ててくださってる方 学生さんも立教の学生さんもかなり多いっていうことなのでもしラクロスの方がいたら嬉しいなというふうに思ってます。で、えっと、私が、えー、ジェンダーについて、まあ、大学を卒業してからライターをやる中で自然と、まあ、ジェンダーの問題について取材をすることが多くなっていたったんですけれども。 えー、なんで自分がそこに興味があるのかなっていうのを考えてみると一つ大きかったのは、えー、共働き家庭にに育ったっったてていいいうううことだとだうふうに思っています、えー、先ほども言ったように1980年生まれなんですけれども80年代前半っていうのはまだ共働き家庭と専業主婦家庭でいうと共働き家庭の方が少ない時代で,で私保育園に通っていたんですけれども。 あの共働き家庭の子で,で保育園に子供が通っているっていう子供ってあの、まあ、都内であの私の、まあ、周りでだけそうだったのかもしれないんですけどもどことなく保育園に行ってる子はどっちかっていうと貧困家庭というか家庭に事情がある、まあ、専業主婦家庭が普通の家庭で、えー、共働き家庭はちょっとまあ 特殊ななな事情のああるお家っっててていいうううに見られてたなっていうような記憶があります。で、立教って私立の大学だと思うんですけど、えー、立教もやっぱり私が今はどうだかわかんないですけど私が通ってた頃は、えー、お友達もやっぱり専業主婦家庭で育ったっていう子どもが多くて、えー、共働きのお家だったっていう子がいたかなっていうぐらいあんまり記憶がないです。 はい、で立教の大学院を出て、えー、私はすぐフリーランスのライターになってそれから編集プロダクションっていうのを共同、えー、経営者と一緒に立ち上げてでそこを10年やってまたフリーランスに戻ったんですけれども2006年に卒業してライターをやろうと思った頃にもうすでにその当時出版不況というふうに言われてましてあの若手に どんなところに仕事があるかって言ったらネットの仕事でしたでインターネットで記事を書くことがすごく多かったです。あのライターとしてデビューした頃からも仕事の7割8割ぐらいがインターネットでした。でまあインターネットっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけども欲も悪くもダイレクトに読者の方からの反応が分かる。 嫌なことももちろん言われるし、まあ、いい反応も時にはも,もらえるっていうような感じです。でえー、すごく私が記憶に残っていることが、まあ、いくつかあるんですけどもそのうちの一つが2013年から2014年の頃に、まあ、自分が共働き家庭で育ったということもあって働く女性を応援するような。 記事、働きながら子どもを育ててる女性の応援をするような記事とかあとまあ待機児童の問題について記事を書いてる時に当時、まあ、今もですけどすごく反発があったでどういう反発かっていうと、あのーまあ、共働きの家の子どもはかわいそうだとか。 子がが小さいうちは母親が必要父親ではなくて母親が絶対に必要なんだだから保育園に子どもを預けて働くなんていうのは女性のわがままだっていうような,なんかそういう、あのー、反応をいただくことがあのかなりありましたある時あのヤフーニュースのトップページに私の,その、まあ、体育記事に関する記事が載っかった時に Facebook のダイレクトメッセージにもう100通近いクレームというかあのほとんど、まあ、中年の男性からだったんですけどまあそんな保育園に預けたい女性を応援するような記事は書くなとかまあもしくはあなたが言ってるような女性差別なんてもう今はないんですからそういうことを言うのやめてくださいとかそういうのがばってきたりとかすることがありました。 でも一方で、まあ、えー、女性、子供を保育園に預けているお母さんたちから書いてくれてありがとう。あの、本当に涙が出るぐらい嬉しかったですとか、あの、そういう反応があったりして、まあ、両方の反応を受けながら、えー、記事を書いていました。でそれが2013年、14年頃だったんですけども、 2016年に、えー、皆さんもご存知だと思うんですけど SNS で保育園落ちた日本死ねっていうブログを書いた方がいてそれがすごく話題になって、まあ、国会でも取り上げられるに至って、えー、その頃からようやく待機児童の問題ってちょっと、あのー、今でも解消されてはないですけどさすがに最近はその働きたいなんて女のわがまま みたいなことを言う人はさすがに、まあ、少なくなってきたのかなっていうふうに思ってます。あと、えー、2015年からは性暴力の問題について記事を書き始めました。これを書き始めたきっかけも、えー、ウェブネット上にあります。であるとき、ネット上で、あのー、若いウェブライターの男性が アンケートをもとに記事を書いていて、えー、女性専用車両は必要だと思うかどうかを女性に対して、えー、調査しているアンケートだったんですけどもそれを年代別にアンケートしていて20代から60代までの女性が女性専用車両必要だと思っているかどうか年代別に出ていてで60代の女性も、まあ、7割8割が女性専用車両必要だと思っているい結果について。 そのウェブライターの男性が何て書いていたかっていうと、えー、痴漢も人を選ぶと思いますけどねっていうあの60代も7割女性専用車両必要だなんてあの、まあ、痴漢この60代なんて痴漢に合わないくせに合うと思ってるんですかっていうようなことを書いてたわけですよね。でそういうそ、まあ、そういうあの被害者をひやかすような コメントっていうのはネット上だと本当にたくさんあるんですけどもそれをウェブ上の自分もウェブライターだったので同じウェブライターがこういうことを書いているっていうのを私はとっても許せなくてそれからあの自分が小学校の頃とか高校の頃に会ってきた痴漢被害のことをあのブログに書いたんですねそしたらそのブログがすごく反響があって まあ自分も被害に遭っていたとか自分の娘が被害に遭って裁判をしましたとかで自分の友達が今痴漢してきたって笑いながら話していたのがすごく怖くて逃げましたっていう男性からとかいろんな反応があってあのちょっともうこの痴漢の問題を私は深く取材してみようと思ってそれから取材を始めたっていうことがあります。で ただまあ痴漢の問題も書いてみるとやっぱり、あのー、書いてくれてありがとうっていう反応もすごくいただくんですけど一方でやっぱり痴漢冤罪の方が問題だとか男,のせ男を全部痴漢扱いするなとかあと、まあ、女性専用車両は男性差別ですよねとか、まあ、そういう反発があって、あのー、さらにや、あのー、女性からもあるのが結構私には。 私は性暴力にあったことがないから関係ないですみたいな。でも話を聞いてみると、あの、じゃあ、痴漢にあったことないんですかっていうと、あ、痴漢ぐらいならあるけど、痴漢って性暴力なんですかっていうような、そんな反応があったりとかして、女性の中にも、なんかちょっと、まだ性暴力について語りづらいとか、語る言葉を持っていない人も多いんだなっていう実感がありました。で過去のことを調べてみると、 まあ70年代80年代とかは普通の,あのッエッチの雑誌ではなくて普通のまあビジネス雑誌とかカルチャー誌の中であのスレスレ痴漢法っていう特集が組まれていたりとかあと80年代後半に御堂筋線事件っていう事件が大阪であった時に痴漢された女性が痴漢を注意した女性が電車から 引きずり下ろされて強姦されるっていう事件だったんですけどもその事件に、まあ、女性たちがたくさん抗議をし,たして、まあ、鉄道会社に対策を求めるような申し入れをしたりしたんですけれどもその女性たちに対して、えー、お客を痴漢扱いするわけにはいかないとか痴漢は犯罪っていうポスターを一つ掲示するのでもすごく難色を示されたりとか、えー、あるいはまあ 70年代、80年代、90年代に、あのー、まだセクハラっていう言葉がなかった、でき始めたぐらいの頃に、えー、セクハラ、今、セクハラなんて、何でもかんでもセクハラ扱いされたら、女の子のお尻さえ触れなくなるなんて苦しいとか、あのー、そういう反応があったっていうのを、あのーまあ、過去のことを調べると、そういうのが山ほど出てくるんですよね。でさらに言うと その当時、今よりももっとずっと性被害への偏見がひどかった頃から、あの被害者の支援をやってきたのって、女性たちで、あの女性たちがまあ手弁当とか、ボランティアの形であの、被害に遭った女性とか、DV から逃げられないでいる女性たちの電話相談を開いたりとか、えー、ケアやサポートにあたっていた。 で、わずかながらの助成金をたまに出たり出なかったりする助成金をもらいながらあのそういう声なき声といわれる女性たちの,あの支えていたそういう歴史があるんだなというのを知って何と、えー、いうか国っていうのはそういうケアやサポートの分野を本当にこれまでずっと今もだと思うんですけどもあの女性たちに 丸投げしてきて女性たちの無償労働にあの頼ってきた部分があるなと思います。でそういう、まあ、過去の、えー、ずっとつないできた女性活動っていうのがあんまりマスコミも拾ってこなかったところがあると思うんですけれどもそういうものを、あのー、つないできてで MeToo とかフラワーデモとか最近になって てあの日本で初めてその「MeToo」が始まったとかあの女性たちが初めて声を上げたっていう,うにあに言われることもあると思うんですけども本当はずっと女性たちは声を上げていてそれをまあ拾わなかったメディアが私は結構悪いなという風に思ってるんですけども今初めてメディアの中に女性が増えてまあ半数以上 新卒で新聞社とかも女性を取るようになってきて報じる側にも女性が増えて、あのー、声が拾われ始めたっていうところはもしかしたらようやくあるのかもしれないなというふうに思ってます。 で私はやっぱりライターなので、まあ過去の話も聞きながら、今活動してる人たちの声も聞きながら、なるべく多くの人を聞き漏らせなくさら、えー、聞きもらさないようにして、えー、これからもいろんな問題を取材していきたいなというふうに思っています。ちょっとすいません、長くなってしまったんですけど、私の発表は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。